こそ陽子の部屋へ。いかがお過ごしでしょうか。さてさて、本日は陽子に感動をもたらしたラブグッズの紹介です。ラブライフの革命児、その名もフィンドムでございます。このネーミングはね、あくまでも私にとってという話ですけれども、それを抜きにしてもとても衛生的で実用的であることは間違いありません。それでは実際つけてみたいと思います。回れ回れメリーゴーラン、もう決して止まらないように、土砂降りの午後を待って街に飛び出そう、心に降る雨に傘をくれた君と、まあピラと横向いて本音は裏腹、でもそのままでいい、お互い様だから、巡り合えた奇跡や。はい、こんな感じです。女性の方はね、男性のコンドームをつける気分がちょっとだけわかります。これね、見えるかどうかわかんないんですけども、こうかジェルが塗布されてるんですよね。で、結構ヌルヌルです。実際に使用した感じは、感触がとても滑らか、優しさを感じます。あとピンボケしちゃうかな、使用期限が個包装ごとに書いてあるのも嬉しいですね。コンドームには使用期限があります。パッケージは女性を意識したキャッチーなものになっていますが、個人的に MSM の皆さんをはじめ全国のアナラーにおすすめ。アナラー？アナリスト？ちょっと今とっさに出てきたんですけど、通じますよね。フィンドムを使うメリットとしては、爪、私今ちょっと伸びてるけど、による膣内や肛門内の組織の損傷や感染症の予防が挙げられます。特に肛門は粘膜の中でひときわセンシティブですし、性感染症以外の雑菌もたくさんいますから、今まで指はノーガードだったという方はこれを機にいたわれ粘膜。ここからは私の実体験になるんですけれども、ちょっとお付き合いいただけます？私陽子、セックスは好きですかと問われれば、どちらかというと好きではありませんと答えます。理由はたくさんあるんです。でも周りを見てると、なんかラブライフ炎上してていいなって思うことも多々あるもので、長い時間をかけて克服しようと奮闘してきたわけなんですよ。まあまだね、道の途中ではあるんですけども、しかしこのフィンドムのおかげで、そのうちの一つが解決されました。そっか、私そうだったんだって稲妻に打たれたような発見でした。私ね、指を膣に入れる行為がすっごい嫌いなんですよ。ずっと先端恐怖症だと思ってたんです。なぜならタンポンもダメだから。でも違ったんですよ。ダメ元でフィンドムを使ってみたら、あれ？いつもゾワゾワ鳥肌立つけど今日ないな、血の気も引かないな、来たわー！ Yes! Woo! I did it! それはそれはもう大興奮と同時に原因が分かったんですよね。本当の原因が、爪で組織を傷つけられてしまうのではないかという恐怖とずっと戦ってたんですよね。それまではね、相手様の手がスルッと伸びてくると、 Oh! No thank you! って断ってたんですけど、おかげさまで手を払いのけることをしなくてよくなりました。手での愛撫って行為の流れで間違いなく起こるじゃないですか。されるのも苦痛だけど、断るのも面倒くさくて、まあ私は断ってたんですけどね、本当に助かりました。
もしかしたら同じ悩みを抱えている女性がいるかもしれないなと思ってこうした動画を作ってみました。まあ私は断れる性格だからいいんですけど、そうじゃない人いっぱいいますよね。苦痛なのは全然ヘルシーじゃない。で、超余談なんですけど、タンポンは未だに使えません。なんでかっていうと、あのアプリケーターのタンポンの出てくるギザギザあるじゃないですか、あれがねダメなんですよね。あのいかにも傷つけそうなあのギザギザが怖いの。使ってみたいのが本音なんですけどね。まあ私月経カップ派なんでそこはまあ OK。 注意事項なんですけれども、ラテックス製ですのでアレルギーがある方はお使いいただけません。あとはジェルが塗布されているのでかぶれやすい方は事後きちんと洗い流して清潔に保っておきましょう。そんなわけで本日はピーン、フィンドムのご紹介でした。私のようにね、膣内損傷恐怖症、よくわかんないですけど、ではなくても膣内の組織というのは繊細で傷つきやすいので、ぜひ一度使ってみてください。最後までお付き合いいただき誠にありがとうございます。え、そんなんあるの？実は私も同じです。今後に期待と思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Save your love, save your life. Bye.